Hello, everybody. My name is Ocrisius, and welcome to another episode of Naruto Ultimate Ninja Storm 4. This will probably be the last episode I record tonight, though I might record that last one before the Sasuke arc. I'm not sure yet, so let's dive into it and see what happens. オビトなのか。生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うならお前がリンを見殺しにしたからだろうな。 俺は こっちは楽しそうだな、オビト。奴は内葉まだだ。随分と遅かったな。久方ぶりの運動だったんでな。鳴らすまで少々時間がかかった。まそれも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろ。まさか。てめえ、そいつは返す。あんたのものだ。<笑>死んでたやつが引っかき回す。9尾と8尾は俺が取る。お前は他の2人を相手しろ。 人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはずだ。お前は英雄だ。うるせえ。お前の口車には乗らねえ。やならば超強い。少しの疑問な軍じゃねえぞ。だと分かってる。なるほど。今のお前は5ヶ月すら超える力を持っている。 二重惑星の戦士権。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。この感じ、奴に近いものを感じる。だが俺は柱までもないから。あとは車。ゾンビ相手に手加減はしねえ。二重惑星の戦士権。俺は負けねえ。絶対にみんなを守りきってやる。 やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ。なぜマダラのような奴と。
もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木の葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。マルト、影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも俺の隣にいる。今の俺にできることは今のナルトを守ることだ。行くぞガイ。ナルト、俺たちでオビトを倒す。先のために。おっす。おう。お前が人にとっての害になるのなら、俺たちはそれを排除するべきだ。やってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。まだらは強い。でもなんとかリーノをちゃんと二人で止める。さっさとオビトを倒して向こうの火星に行かなきゃな。随分とシャリンダーを使いこなせるようになったな、カカシ。ただ、所詮借り物の命。熱気が剥がれるのも時間の問題だ。分かってるさ。この戦いが終わるまで持ってくれれば、それでいい。今度ははっきり分かんぜ。I won with so. オビトを止めれば、それが10秒止めるチャンスになる。よし、このまま追い詰める。ああ。あれは。復活する前にチリジリに吹き飛ばす。おう、撃て。よっしゃ。終わったのか。ああ、終わったよ。この世界がな。うわ、なんだ。あれは…もしかして…ああ、あれが…準備だ。
動開始。これでも食らって。